マシンガンズの滝沢でございます。お笑い芸人を一応やっております。25年ぐらいですかね。お笑い芸人だけだとご飯が食べなくなったので、11年前からゴミ清掃員となっております。今ではもうゴミ清掃員が本業でございます。お願いいたします。よろしくお願いいたします。SDGs ということを毎日耳にするんですけども、滝沢さんが SDGs を意識するようになったきっかけがあれば教えてください。やっぱりでもなんかゴミ清掃員として働いてると、なんかもうこんなにも当たり前のようになんか新品のものが捨てられたりとか、もうそれって例えばまあこれね、お米洗剤の話ですけども、食べ物だけじゃなかったりとかね、言ってみたらもうなんだ粗大ゴミだったりだとか、もう洋服なんかもこんな形で捨てられるんだみたいな、もったいないなっていうのはやっぱり基本的になんか僕の心の中でやっぱりもうね、刻み込まれるように毎日毎日ゴミを回収したりとかするので、やっぱりそこからやっぱり環境のことってやっぱりなんか思うようになりましたね。なんかやっぱり環境ってどっか遠くの世界で行われてるのかなってなんか気がするんですけども、どっちかといえばなんかもう日常とやっぱりつながってることだなって思うので、やっぱりそこから意識するようになりましたね。はい、滝沢さんの観点からお米洗剤マイマイマイは食品ロスを考える作品にはなってますでしょうか。僕はもちろんなってると思います。もちろん見させていただきますけどね、まあ、基本的には皆さんもやっぱりうまいですね、なんかね。でやっぱり楽しく見れるっていうのがやっぱ一番大事ですね。例えば僕なんかが言ってね、なんかね子供たちにね説教するみたいに、これ環境がどうのこうのって言ったってやっぱりダメなんですよ。やっぱり作品を通してなんか食品ロスを知ってもらったりとか、そういうことがやっぱり一番第一段階としては大事だなと思いますね。なってると思います。ありがとうございます。じゃあこれはこのアニメは滝沢さんの活動にも少しは役に立てそうですか。なります、なります。だから僕はこのなんか例えば声優さんをやらせていただくんですけども、それを飛び越えてこういうのがあるよということがやっぱりみんなに広げられたりとかしますので、でこの作品を見てなんかね、ああそうか、もったいないことって世の中いっぱいあるんだなって、なんかちょっとでもなんか知ってもらえたらいいですね。ありがとうございます。もうお米に頭下げられてる俺もやっぱり下げなきゃいけないんでそれでは次の質問いきます。はい、はい。ゴミのですね、回収をしていて、食べ物のなんかゴミのエピソードがあれば教えてください。例えばお米の話で言えば、秋になるとバッコバコ本当にね米が捨てられるんですね。これってなんでかって言ったら、新米が出る季節になると、あ古いお米いいやっていうことでもう小米を捨てるわけ。小米って言ったってなんかね、別に虫が湧いてるわけでもないし黄色くなってるわけでもないですけど、みんなバコバコ捨てるわけなんですね。で僕なんかこういう職業やってるから、なんかいろんな清掃員が教えてくれるんですよ。滝沢さんこっちにも出ましたよ、こっちにも米出ましたよみたいな感じ。なので今ではもうゴミ清掃員の中では秋になると米が捨てられるってあるあるになってるんですよ。そのぐらい捨てられているわけなんですね。これだって昔で言ったらね、なんかもう年貢だからお金の代わりみたいなことだったんですよね。日本人にとって特別なもんだと思うんですよ。今そういう心がなんかちょっとなくなってきてるのかなと思ってね。もうまだまだ喋れますけど、ここら辺でいいですか。はい、米洗剤とは由々しき事態なので、これは何か協力できることあればそうですね、もう毎日でも頑張りたいと思います。怒っていきましょう。はい、ね、怒っていきましょう。はい、ありがとうございます。ゴミロスという言葉があって書かないですか。ゴミロスと食品ロスというものにはつながりはありますか。もちろんあると思います。やっぱり食べ物に関するゴミって可燃ゴミの中で 40% あるわけなんですよ、ね、例えばまあヘタとかもギリギリまでなんか、ね、使って、でもしょうがなく捨てるものは、ね、これはもうしょうがなく、まあね、可燃ゴミで出してもいいんですけども、例えばこれが例えばなんて言うんでしょうね、コンポストって皆さん知ってるんですかね。黒土コンポストみたいな、そういうのってなんか、ね、黒土の中に入れたりとかするとバクテリアが食べてくれたりとかするわけなんです。そうするとこの世からこの生ゴミが消えてなくなるわけなんですよ。そしたらね、もう可燃ゴミの 40% のゴミがなくなる、半分近くなくなったりとかするわけなんですね。だから食べ物に関するゴミ、もちろん食品ロスなんかもなくしたりとかすれば、これはだいぶゴミ自体も減るのでイコールだとも僕は思いますね。これはお米センターイコール滝沢さんも一緒ということですね。そうです。だから僕もなんかやっぱりゴミを減らしたいの、はい、日本のゴミを減らしたいっていう目標があったりとかしますので、手を組んでやりましょう。ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。では次の質問にいきます。滝沢さんにはお米センターに前で滝沢さん自身のキャラクターを演じていただいてるんですけれども、僕からするとそのゴミの話もすごくいろいろお話されていて、欠点がないと思ってはいるんですが、ご自身で自分がダメだなぁと思うエピソードがあったりするんでしょうか。そもそもなんで僕だけなんか自分の滝沢なんですか。やっぱゴミの話をするのに、そう？あんまり内容言えないですけど、ちゃんと説得力があるからってこと、ね、はい、でもまんまですからね、僕も普段からずっとゴミのことをなんか話してたりするんですけど、やっぱりでもキャラクターの中では意外としっかり結構されている感じなんでね、意外と僕もダメなところとかもあったりとかするんで、こんなにしっかりし、俺こんなにしっかりしっていうように見られてるのかっていうね、ギャップみたいなのもあったりとかするのでね、そこら辺も楽しみたいと思います。お米戦隊を、これ今新作を撮ってますが、お米戦隊の中で好きなキャラクターがもしいれば教えてもらえますか。これもうね、ダントツに決まってるんですよ。僕ね、ヘルシーちゃん。
これね、なんだかんだ言ってね、敵役みたいなね感じでやってるけど、最後まで美味しく食べてくれるわけなんですね、これね。だから彼女にはね、ちょっと考えてもらいたいのは、もちろんね、健康的に痩せるみたいなことで、そのものの美味しさみたいなことをやっぱりもう理解してるわけなんだよ。彼女はね、もう本当に食品ロスをなくするいいキャラクターだと僕は思いますよ。うん、なのでこれからもね、敵役ではあるけども応援していきたいなと思います。ありがとうございます。ヘルシーはね、本当ダントツ一番人気なんですよ。あー、やっぱそうなんだ。ヘルシーがもうクールだしね、はい、あ、やっぱり芸人としてのやっぱり個性は出したかったですけど、やっぱりみんなと同じ意見だったみんなと同じ意見出すと俺カットされちゃうからさ。いや、そんなことはある。石川にしとこうかな。いやいや、後輩だからじゃ石川ということで、石川後輩が小出ちゃんだからね。小出うまいでしょ、あれ声優。小出だと思わなかったですもん、最初見た時ね。え、何役もね、やっぱできるから声の切り替えもうまいですし。そうね、はい、じゃあそうですね、はい、石川にしときますわかりました、ありがとうございました。ありがとうございました。